チームパフォーマンス。チームパフォーマンスとは、選手がホームランやタイムリーを打った後、塁上ベンチ前でチームメイトと行うパフォーマンスのことで、先日阪神のマルテ選手がホームランを打った後、ベンチ前でチームメイトと弓引きポーズを披露し、大きな話題となりました。そしてこれまでもファンの支持を集めたパフォーマンスが存在した。一方、ある理由で中止に追い込まれたパフォーマンスもあったんです。そこで一つの疑問が生じました。これまでどんなチームパフォーマンスがあったのか。そこで今回の動画はこれまで人気となったチームパフォーマンスを紹介したいと思います。ではどうぞ。紹介パフォーマンス。今回はチーム全体で行われたパフォーマンス。これら5つを紹介します。なお、ソフトバンク松田選手の熱男や西武山川選手のドスコイなど、個人パフォーマンスは今回含まれていませんので、あらかじめご了承ください。バーン、別名カズオバーンとは2012年から楽天の選手たちの間で行われ、好プレーをした時やタイムリーを打った時、塁上でベンチに向かってエアーハイタッチをするパフォーマンスのこと。もともとこのパフォーマンスは、松井稼頭央選手がアストロズ時代にチーム内で流行していたものを楽天で広めたのがきっかけ。このポーズは、いいプレーをしたからお前も頑張れよと、チーム内にパワーを送る意味があるらしいです。2012年7月1日には、球団ホームページ上で名称の公募を開始し、3209通の中からバーンが選ばれ、グッズも販売されました。その後、松井選手は2013年に行われた WBC 日本代表に選ばれ、バーンは侍ジャパンのメンバーの間でも広まり、あの伝説の台湾戦、井端選手がタイムリーを打った後、笑顔でベンチに向かってバーンをしたのはとても印象的でしたね。それ以降、楽天では選手が本拠地のお立ち台に上がった時、ファンと一緒にバーンを行うことが恒例行事になっていましたが、今年はまだ実施されていません。グラティ。2013年、阪神の選手たちによって行われ、ホームランを打った選手と共に、選手全員で3本指を広げ、バックスクリーンを指さすパフォーマンスのこと。この年からチームに加入した西岡剛史選手が発案し、チーム中に浸透しました。この年の阪神は絶好調で、6月には一時首位に立つほどの勢いがあり、グラティはその象徴としてファンと一体となり、メディアにも大きく取り上げられました。しかし、シーズンが進むと徐々に批判の声が上がり始め、巨人の杉内投手は、投手としてはあれをやられるのは気分が悪いですよね。メジャーだったら報復で死球を当てられるんじゃないですか。まあ、日本ではやりませんが。と発言。また、阪神 OB、掛布正幸氏は、8月4日放送のサンデーモーニングにて、相手に対して尊敬の念が感じられない。挑発する行為であり、アメリカだったら報復されると批判しました。しかし、西岡選手はそんな批判にもめげず、8月26日、首位巨人との3連戦を前に、名前がなかったこのパフォーマンスを、グラティと名付けたと発表。由来は英語で感謝を意味する、グラティチュードからもじったものであり、ファンへの思いが込められた言葉だと言います。さらにグラティグッズの販売も発表され、規制を上げ東京ドームに乗り込むも、屈辱の3連敗を喫してしまい、優勝は絶望的に。その後も巨人との差は埋まらず、2位が確定。CS では広島にストレート負けを喫し、シーズン終了となりました。このようにグラティ発表後にチームは急降下したことから、西岡選手はネット上で、グラオカなどといじられる羽目に。そしてオフにはグラティに否定的だった掛布氏が球団に復帰。また、他球団選手、球団 OB からの批判的な声を受け、阪神の選手内でも懐疑的な声が出始めたこともあり、翌シーズン以降は封印することとなりました。そして月日は流れ、2015年夏。巨人、片岡康之内野手がベース上で両手を鳥のように広げ、頭を左右に小刻みに揺らすような動きで喜びを表現するパフォーマンスを発案。すぐさまチームに浸透し、その後一般公募により安ダンスと名付けられました。そして8月19日、東京ドームで行われた阪神戦。阪神に3点リードを許した5回裏、この回巨人は一気に猛攻を見せ、球団タイ記録となる1イニング12点を奪いました。この攻撃の間、タイムリーを打った片岡選手、村田選手は次々と安ダンスを披露し、喜びを表現。このパフォーマンスが阪神ファンの怒りを買い、ネット上でグラティに難癖つけた球団がこんなことやってええんかい、これが煽り以外の何なのかといった批判的な声が上がり、阪神サイドも、あれはさすがにちょっと、ポーズ的に挑発的すぎるでしょと怒りをあらわにしました。これらの批判を受け、その後片岡選手は相手への敬意を欠くとして、本塁打後に自軍ベンチ前でひっそり行うようになりました。サイレントサイレント。2019年5月24日、日本ハム杉谷拳士選手が右打席で自身第1号ホームランを打った後、ベンチへ戻るも、チームメイトにハイタッチを拒否されてしまう、サイレントトリートメントを受けました。サイレントトリートメントとは、ホームランを打った打者を通常のようにベンチまで祝福せず、何事もなかったことのようにスルーし、打者がベンチに入った後、駆け寄って手荒く祝福する儀式を言います。しかし杉谷選手は、ベンチに入っても、誰も駆け寄ることなく、
そのままスルーされてしまいます。その後再び杉谷選手に打席が回ると、なんと今度は左打席で2打席連続ホームランを放ち、グラウンド一周、ベンチに戻ると再び同じようなサイレントトリートメントを受けてしまうんです。そして試合終了後、ヒーローインタビューでベンチに帰った後のサイレントトリートメントを解説してくださいと問われ、杉谷選手はサイレントトリートメントって言われますけど、あれはサイレントサイレントでただの無視じゃないかなと思ってますと返答し、場内は爆笑に包まれました。またこのサイレントサイレントというパワーワードは瞬く間にネット上で拡散され、この模様が映し出されたパリーグ TV の動画は550万再生を叩き出し、大きな話題となりました。そして1週間後の5月26日、杉谷選手は自身のインスタグラムを更新。サイレントサイレントを実行したチームメイトたちと食事に行き、左右両打席ホームランのお祝いをしてもらったことを明かしました。これにより1週間越しのサイレントトリートメントがここに完成したんです。熱いカメラ目線。元ヤクルト上田剛氏が2020年コロナ禍の中で行われた無観客試合を盛り上げるため、他選手がホームランを放つとベンチ奥の中継カメラの前に陣取り、熱いカメラ目線でパフォーマンスを行ったことがきっかけ。このパフォーマンスは上田新喜劇と呼ばれ、 SNS 上で拡散されファンを沸かせました。しかし野球解説者の江本武則氏はこのパフォーマンスについて、ベンチは野球の話をするところという教えを全く無視している、弱いチームがベンチでパフォーマンスなんかしたらダメだと釘を刺しました。しかし上田選手はそんな批判はどこ吹く風で、その後日本ハムの矢野健二一軍外野守備コーチ兼打撃コーチ補佐にカメラ目線を伝授したことをインスタで明かし、熱いカメラ目線は日本ハムなど他のパリーグ球団や社会人野球にも浸透しました。また日本ハム版の熱いカメラ目線では、ホームランを打った選手もカメラ前で待機している選手コーチと一緒に熱いカメラ目線を送る進化バージョンとなっており、パリーグ TV でもたびたび取り上げられています。一方先駆者の上田選手もファンをさらに楽しませようと、試合前に自らドンキホーテに出向き、かつてヤクルト高津監督のお家芸だったクリスタルキングのボーカルを彷彿とさせるアフロヘアのカツラを購入。8月23日の対阪神戦で坂口選手がホームランを打った際、熱いカメラ目線アフロバージョン披露、ファンを沸かせました。しかし試合後球団関係者に相当怒られたとのことです。ラパンパラ。2021年3月28日対ヤクルト戦で阪神マルテ選手がホームランを打った後に、ベンチ前でチームメイト全員と弓引きポーズをしたことで話題となったパフォーマンス。このパフォーマンスを受けてネット上では、雰囲気がいい、マジで好きといった好意的な声が上がりました。実はこのパフォーマンスの裏側が阪神タイガースの公式インスタにアップされており、前日3月27日の試合前の円陣で声出しをマルテ選手、通訳を数年前からスペイン語を勉強していた坂本誠志郎捕手が担当。マルテ選手は、僕がホームランを打ったらみんなで弓引きポーズをやってほしいと伝え、チームメイトたちは笑顔でうなずき了承。この時の様子がものすごく和やかだったので、ショート動画にしてツイッターに上げています。興味ある方は概要欄からどうぞ。ホームランを打った試合後、マルテ選手はこのパフォーマンスをラパンパラと命名し、早速球団も商品化に動いていると言います。しかしこのラパンパラには一つ懸念材料があるんです。それは2013年に人気を博したグラティと似ているという点です。先ほど説明した通り、グラティは相手チームに対しての敬意を欠くとして同年限りで封印されました。ネット上ではラパンパラも同じくグラティの二の舞になってしまうのではないかと不安視する声も上がっているんです。現に同戦で解説を務めた江本則之氏は、チンケなパフォーマンスはやめてほしいと批判しています。この状況を受けて、阪神 OB であり、グラティの生みの親である西岡剛氏は、自身のツイッターを更新し、相手の侮辱にはならない。プロ野球はエンターテインメントであり、ファンが喜ぶならやるべき。この一瞬の盛り上がりがチームメイトの心も一致する瞬間でもあるとツイートし、ラパンパラを擁護しました。果たしてこれから、ラパンパラは封印されることなく定着するのか。しかし、そもそもマルテ選手がホームランを打たなければパフォーマンスはできません。というわけで今回の動画は以上となります。巨人原監督は常々ファンあってのプロ野球と口にしている通り、チケットを購入して球場に来てもらい、お金を落としてもらうことがプロ野球ビジネスの根幹です。プロ野球は球場に足を運ぶファン、そして野球中継を見るファン、グッズを買うファン、アカデミーに通う子供たち、全ての野球ファンによって成り立っています。パフォーマンスによってファンが喜び、子供たちが真似をし、それがきっかけで球場に行きたいと思ってもらえるなら絶対にやるべきだと個人的には思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。